皆さんこんにちは、小垣子です。この動画はこのトナカイさんの編み方の2番になります。ではトナカイさんの本体部分編んでいこうと思います。まず輪の作り目から始めます。輪っかを2周させたら針を入れて持ってきて、1目閉じてから立ち上がり鎖1目を編んで、細編みを輪の中に6目編み入れます。2、3、4、5、6と編んだら、一番初めの目なので針から数えて6番目ですね。1、2、3、4、5、6、この目に最初に針を入れて、よいしょ。で、輪っかを引き締めたいと思います。糸端を引っ張って、動いた方の糸を引っ張ります。よいしょ。で、輪っかを縮めて、で、今回はすべて引き抜き編み、立ち上がりの鎖1をしながら編んでいこうと思います。なので引き抜き編みをするんですけれども、この引き抜き編みでできた目は目立ってほしくないので、キュキュキュッと縮めます。はい、これで1段目完成です。では続いて2段目編んでいこうと思います。2段目はすべての目、増し目をしていきたいと思います。立ち上がりの鎖を1、そしたらまずこの根元の目ですね。今引き抜き編みで取った目を拾って、細編みを2回同じ目に編みます。そしたら同じように隣の目もすべて1つの目に細編みを2回ずつ入れていってください。はい、2段目最後のところになっています。最後は一番初めの細編みの頭の部分に引き抜き編みをして、ギュギュッと引き抜き編みの目を小さくしたら、2段目出来上がりです。続いて3段目編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖1をしたら、増やし目をまずします。1つの目に細編みを2回編み入れたら、隣の目は普通に細編み1目だけ。だから2回細編みを入れる、1回入れる、2回入れる、1回入れるの繰り返しになります。なのでこの段が終わるとき目の数は18目になっていると思います。3段目の最後も先ほどと同じように細編みの頭なのでこっちですね。ここに針を入れて引き抜き編みをしたら3段目完成です。続いて4段目編んでいきたいと思います。4段目は耳を編み足していこうと思います。まず立ち上がりの鎖1をしたら、この引き抜き編みをしたとこから細編みを4目編んでいきます。1、2、3、4と編んだら次、鎖編みを4目編みます。1、2、3、4。そしたら角の時と同じですね。一番上の鎖は編まないで、次の鎖から引き抜き編みを3目編みます。その時V の片山と裏山なので2本取るようにしてください。引き抜き編みを1、よいしょ、2、3と編んだら、今度丸に戻ってきて、細編みを10目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、
10と編んだらもう片方の耳を編みます。鎖を4目編んで針から2番目の鎖から鎖を取って、ここから引き抜き編みを3目編みます。3と編んだら、そしたら丸に戻って、あと目が4目余ってると思うので細編みを4目編んでいってください。そして一番初めの細編みの上に引き抜き編み、これで4段目完成です。5段目編んでいきたいと思います。5段目は顔の、鼻の部分っていうんですかね、ちょっともりっと出てる部分を編んでいきたいと思います。まず立ち上がりの鎖1目をしたら細編みを4目編みます。1,2,3,4 と編んだら、この後細編みをもう3目編むんですけれども、その時気をつけてほしいのが、この先ほど鎖編みと引き抜き編みで編んだ耳、この目は目の数とはカウントしたくないので、次編むところはこの根元ではなくって、耳を超えたこの最初の目、ここですね、ここに細編みをします。針を入れて、1,2,3と細編みをしたら、続いて編むのは、中長編みを1目隣の目に編みます。そしてその隣の目には長編み2目一度のような感じのものを2編みます。糸をかけてから針に隣の目に入れて糸を持ってきたら、糸をかけて左の2本を引き抜く。で、これで長編みを編み切ってしまうのではなくって、このまま次の長編みを編むような感じで、糸をかけてまた同じ目に針を入れて糸をかけて持ってきます。で、糸をかけて左側の2本だけを引き抜いたら、また糸をかけて残りの3本を引き抜く。これと同じものを隣の目にも編みます。糸をかけて隣の目に針を入れたら糸を持ってくる。糸をかけて2本だけを引き抜く。また糸をかけて同じ目に針を入れる。糸を持ってきて糸をかけて左側の2本だけを引き抜いたら、糸をかけて残り3本を引き抜く。これでちょっとお顔の鼻のもりっとした部分ができると思います。で、隣の目は中長編み1目編み入れてください。そうしたら次、細編みを3目編んでください。1,2,3と編んだら、隣の目にも編みたくなるんですけど、これは鎖編みでできた目なので編み入れないで、耳の向こう側の最初の目っていうんですかね、ここです。ここに針を入れて、で、細編みを残り4目ですね、1,2,3,4と編んで、一番最初の目に引き抜き編み、よいしょ、押したら、5段目完成です。続いて6段目です。6段目も基本的に編み方は5段目と同じになります。むしろこう耳のところの分かりにくい目がないので編みやすいんじゃないかなと思います。まず最初に、鎖じゃなかった細編みを3,4,5,6
ください。そうしたら中長編みを1目で、隣の目は長編み2目一度のような目を編みます。隣ももう1目同じ目、同じ編み方ですね、すいません、同じ編み方をして、で中長編みを1目、そしたら残りは細編みを7目編んでいってください。では7段目編んでいきたいと思います。7段目は、減らし目をしていきたいと思います。立ち上がりの鎖1をしたら、最初からしていきましょうか。減らし目、2目を1目に減らして、次の目は普通に細編み1、減らし目細編み1の繰り返しです。減らし目細編み1、これを一周ぐるっと編んでいってください。全部で18目あった目が12目になると思います。7段目を編み終わったところです。そしたらここで全部縮めてしまう前に角と目をつけてしまいたいと思います。目をビーッと伸ばしてほどけないようにしてから、目どこがいいかな、目をはめて、ここぐらいですかね。で、あと角、先に角をやればよかったかな。角、これですね、角もお好きな位置に角を縫っていってください。目と角つけ終わりました。そしたら続いて顔の最後の段編んでいきたいと思います。顔の最後の段は今12目ある目をすべて減らし目で6目にしていきたいと思います。立ち上がりの鎖1をしたら、すべての目減らし目です。6目編み終わったら、引き抜き編みを最初にしてもらっても何でもいいんですけど、顔の中に綿を詰めていきたいと思います。では続いて、トナカイさんの胴の部分1段目を編んでいきたいと思います。今6目がイメになっちゃいました。今6目あるこの目をすべて増やし目をして12目にしていきたいと思います。なんですけれども、後ほどこれ、この顔のちっちゃいこの6目の穴を閉じたいので、今回使う目は V の字の外側だけを拾って編んでいきたいと思います。立ち上がりの鎖1をしたら、最初の目、ここに V が見えると思うんですけど、その手前1本だけを拾って増やし目です。1つの目に細編みを2回、そしたらその隣も同じように、ここの V の字の手前1本だけを拾って細編みを2回、こんな感じでぐるっと一周細編み増やし目を6回12目になるように編んでいきます。ボディ部分1段目編み終わりました。そしたらここでこの毛糸はちょっと休ませてリボンをつけていきたいと思います。ステッチマーカーをはめていただいてもいいですし、ビーッと引っ張ってもすぐ取れないように伸ばしておいてもいいかと思います。そしたら先ほど編んだリボンを、まず真ん中のところですね、何周かぐるぐるっと巻いて可愛くさせたいと思います。こんな感じかな。で、ぐるっと回したら、糸端、を入れて、この今ぐるぐるしたのが取れないように、リボンの後ろを見て、後ろ側に、針を通しておきたいと思います。
そしてこのリボンを顎の下っていうんですかね、中心に縫い付けたいと思います。なのでここら辺を拾えば多分大丈夫かな。あ、ごめんなさい、カメラ叩いちゃいました。で、この後ろのところを通るようにして何回か行ったり来たりしたいと思います。リボンの方固定ができたので、次このリボンの紐を使ってこの顔の下の部分を閉じていきたいと思います。リボンの後ろのところらへんから針を入れて、で、先ほど外側だけ、 V の字の外側だけ取ったので、今度内側だけの V の字が残ってると思います。そこらへんを拾って、よいしょ、あ、引っかかっちゃいました。よいしょ、6目あると思います。その目を6個拾ってギュッと穴を縮めたいと思います。まあ、6個なくて5個ぐらい拾っても別に大丈夫だと思います。要は綿が出てこないぐらいの小さい穴にすればいいと思います。はい、目を拾ったらそれをギュッと引っ張って、ギュッで穴を縮めます。そしたらもうあとは皆さんお好きな閉じ方で、私はもう何目か穴が閉まるように針をよいしょ入れておきたいと思います。で、玉留めとかをしてみたりここら辺はもう皆さんのお好きな閉じ方でいいと思います。で、これもどうせこうボディの中にちょっとリーゼントみたくなってますけど、ボディの中にこう内側に入ってしまうものなので、そこまで気にしなくていいんじゃないかなと思います。もちろんこの見えるところは綺麗にしたいという方はこの頭の中に全て入るようにやってもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ最後は私はよいしょ、頭、トナカイさんの頭の後ろから糸を出して、で、引っ張り気味にして赤い糸を切ったら、もみもみしたら中に入ってくれるのでいいんじゃないかなと思います。では続いてボディ部分の2段目編んでいきたいと思います。2段目は増やし目1、細編み1、増やし目1、細編み1の順番で編んでいきたいと思います。なので、12目ある目が編み終わりでは18目になると思います。増やし目、同じ目に細編みを2回入れたら、隣の目には細編みを1目。これを繰り返していきたいと思います。続いて3段目です。私はサンタさんよりトナカイの方がちょっと細身にしたいので、増やし目はもうこれで終わりにして、あとは増減なしでもう2段編んでいこうと思います。もうちょっとしっかりしたトナカイさんがいいなという方はここで増やし目をしてもらってもいいんじゃないかなと思います。そしてあとはもうお好きな長さまで筒状の細編みですねを編んでいってください。ボディ部分全部で4段編み終わりました。そしたらもうこれで私は終わりにしたいので、糸を切ってあとは糸処理をしたいと思います。糸処理ができたらあとは鼻にポンポンをくっつけてもらったらトナカイさん完成です。これで私の今年のクリスマスデコレーション完成です。イエーイ。はい、もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではありがとうございました。
バイバーイ。